せーの、あー乾杯。鶏天です。いただきます。これは美味しい。合わないわけがないからね。めちゃくちゃ美味しいですね。なんかさ、親と一緒にさビール飲むようになると大人になったなって思わない？めっちゃくちゃ思います。仲良し？家族仲いいと思います。特に大人になってからはなんかより仲良くなったと思います。お父様とも仲いい？お父さんとはめちゃめちゃ仲悪いわけじゃないんですけどあんまりなんかほんと思春期のまんまだからなんです。私があんまり自分のこと喋らないかもね。私もなんだけど一緒ですね。なんかあのキリンのコマーシャル見ましたよとか言ってわーみたいなすごいスタンプが送られてきて私からもあります。じゃん。あ、どう？卵だ。ゆで卵とハーブソルト。でしょ？おいしい。てか卵ってビール合いますね。完全になんかイケイケになってきてるじゃないですか。いや美味しいな、幸せだな。でもそれで言ったら私今まで本当働いてから飲むビールって本当美味しいって思ってたんですよ。でも結局何でもない日に飲んでも美味しくて、いやそういうことじゃなくてビールそもそもが美味しいんだなって気づきました。間違いない、そういうことです。それにつきます。美味しいって嬉しい、キリン一番搾り。ビールが美味しくて本当に良かった。かわいい。今回の企画はいかがでしたか？本当に仕事なのかっていう、これは仕事じゃないですよね。そうだね、もうなんかでも一回とサシーちゃんとご飯とか行ったことないじゃない？だからリモートが初で帰ってハードル下がった気がしない？確かに絶対こっちの方がハードルは高いですもんね。そうだね、だから行きやすくなった気がして嬉しい。だからこの企画があってよかったです。より楽しく喋れる気がします。飲もうって言われる機会が増えました。あ、最高じゃないですか。そう、なんかビールのコマーシャルで田中見たからさとか言って、あの元行った会社の先輩とかから連絡あって、だから一緒に飲もうとかって言ってくれて、まあ、じゃあ飲んでる姿で思い出したんですかね、楽しかった日々。嬉しいよね、こういう関係のきっかけになるから、あんまりもうもはや誘われなくなってて、私誘うきっかけになってるみたいでとっても嬉しいし、あとは何よりも母がね、土見慎一さんの大ファンなの。もう母が泣くほど感動してた。よかった。なかなかねお会いする機会きっとないですもんね。私も堤さんに会えて嬉しかった。優しいですよね堤さん。びっくりしました、優しくて。めちゃくちゃ優しい。私はファンの方と一番搾りを買ってみんなで、で同じ時間に飲むっていうのをしました。何それ、超楽しそう。すごい楽しかったです。生配信だったんで、それこそ同じようなご飯用意して、じゃあみんなでキムチ鍋用意しようって言って、一番搾りも買ってっていうのをやりました。楽しかったです。それ番組？いや、プライベートで。すごいね。はい。まあでもさ、ね、自分がそのコマーシャルやらせてもらってるからできることでもあるもんね。そうですね、楽しかったです。なんだろう、何でも合うけど、私はもうおせんべいとビール。渋。おせんべい飲み、いいですね。ちょっと地味に思えるかもしれないけど、これが現実です。確かに正直イメージとはちょっと違うけど。そう、でもね合うんだよね。どっちもあのもうしょっぱい系でしょ、飲むでしょ、ちょっと喉乾くでしょ、飲むでしょ。最高の組み合わせ。サシちゃんは？私あ、でも海苔に醤油つけて食べるんですよ。サシ
ちゃん結構素材を愛してるよね。やっぱめんどくさいんで一人飲みの時は楽にしてます。めっちゃわかる。海苔いろいろ応用きそうだよね。マヨネーズつけたりとか。そうそうそう、ラー油とか美味しいんですよ。わかる。私さ、ご飯炊き忘れた時にさ、海苔とわさびだけでビール飲んだことあるよ。すごい渋いですね、ずっと。なんかなんとなく海苔巻き食べてる気持ちになるの。映画館みたいにしてもう暗くして、でビールとなんかおつまみ用意して、でも贅沢に大きい画面で見る、いいですね、映画を。映画見ながらって最高ですよね、暗くして。でも私あえて夏の暑い日に冷房とか何もかけずに窓だけ開けて、でキンキンの飲むのがいいです。それやってます。それいいよね。そうなんだよね。そうなんです。あの氷水張って冷やすのもいいよね。それがいいです。でその中にさ、きゅうりとかトマトとか入れてさ、もうそれもいいよね。実家っぽい、実家っぽい、いいです。最高だね。うん、一人 CM 風でね、パリッ。確かに。サッシーちゃん本当にどんどん可愛くなっていく。これなんかさ、女同士の可愛い可愛いって気持ち悪いじゃない。でもそういうんじゃなくて、私結構冷静に俯瞰で見てる方だから、どんどん綺麗になっていく。いや嬉しいです。うん、なんかでもそれだけめちゃくちゃ努力もしてるし、でその努力を隠してないから、そこもまたこう一緒だなって思って好感が持てると思っています。私は言っても南さんに会えるのって 2,3 ヶ月とか2ヶ月に1回ぐらいのペースじゃないですか。そのたったの2ヶ月なのに常に新しい情報とか楽しい美容法を教えてくれるので、お会いできるのが毎回とっても楽しみです。ありがとう。なんかサッシーちゃんと美容の話してると永遠に終わんなくて、だから絶対今度ご飯行こうね、ご飯行こうねってなるんだけど、でもねなかなかね。そうなんですよね、どっかで会いましょう。私ね目標ない、もう。え、それが私もなんですよね。え、そうなるよね。なんかさ、そうなんだよ、もうさいろんなことやらせていただいて、もう自分のキャパシティ以上のことを多分もうやらせてもらったじゃない、この世界で、うん、だからもうこれ以上望むものって正直なくって、だからもういただいたものは精一杯やるけど、でもその先もうこういうことをやりたい、こういう賞を取りたいみたいな、そういうなんかこうガッツみたいなものはなんかだいぶなくなっちゃって。全く一緒です。楽しくその時、うん、その時楽しいのが一番いいなって思います。そうだよね、うん、私もう鉄板の回答は超可愛いおばあちゃんになることですとかって。確かにそれ聞いたことあるかもしれない。そうそう、でハートって最後つけといてくださいって言うんだけど、そういう紙が。確かに確かに。そうですね、本当そういう遠い遠い将来の目標はね出てくるんですけど、うん、そう、多分男の人とかの方がこう将来を見据えてこのぐらいのとか、なんか、ね、キャリアアップをどうこうとか思うのかもしれないけど、なんかね意外とさ、だ今を一生懸命生きてるっていう証拠なのかもね、目標がなかなか分かんなくなっちゃうっていうのは。その時のことを一生懸命にって感じですかね。そういうこと。明日のビールがうまけりゃいい。素晴らしい締め。美味しいって嬉しい、キリン一番搾り。いや、あのね、ぶっちゃけね、ぶっちゃけね、あの塩だけでビールいってる時ある。すごいワイルド。塩飲み。